ゴールデンウィークを前に、ワクチン証明ななどが不要となります。松野官房長官は先ほど、新型コロナの水際対策をめぐり、あすの午前0時をもって、日本入国時に必要だった72時間以内の陰性証明書、もしくはワクチンの3回接種証明書の提示を求めないように変更すると発表しました。 当初は来月8日から実施する措置でしたが、ゴールデンウィークでの海外旅行者の帰国を円滑にするため、きょうで終了することにしました。